アンナ・シェーファーは、ドイツ・バイエルン王国の女性で、フランシスコ会の第三会員である。2012年に、教皇ベネディクト16世により、カトリック教会の聖人として劣勢された。アンナ・シェーファーは、1882年に、ドイツ帝国の構成国バイエルン王国の中央部に、位置するミンデルシテッテンで大工の娘として生まれ、カトリック教会の洗礼を受けた。 家族は小沢さんで貧しい家庭で、アンナ・シェーファーは8人兄弟の3番目の子供だった。彼女の生まれ育った家庭は敬虔なキリスト教徒の一家で、母親によって敬虔なクリスチャンとして教育されたシェーファーは成績優秀な生徒だった。1894年、初めて生体配慮を受けたことをきっかけに、シェーファーは修道所として活動することを決意する。 13歳の時に修道所として外国での宣教活動を志望したシェーファーは修道院に入るための支度金を稼ぐべくレーゲンスブルクに方向に出た。1896年にシェーファーの父親が急死したことにより一家は極貧状態に陥った。残された兄弟姉妹のためにシェーファーはミンデルシュテッテンの実家に戻り地元の資産家の家庭に女中として 高校に出る。1898年6月のある夜に、シェーファーの前に成人が現れて、天国からのメッセージを初めて受け取る。なお、シェーファーはこの成人の名前を知らないとされる。内容は、彼女が20歳になる前に長い苦しみが始まるというものだった。1901年2月4日、シェーファーは、シュタンムハムの森林にある家の洗濯場で、 同僚と2人で作業をしていた。この時、洗濯場の壁からボイラーのパイプが修理のために取り外されていたため、その取り替え作業のためにシェーファーは突き出た低い壁に登る必要があった。その時シェーファーはバランスを崩して落ち、膝から上を洗濯機の熱湯で重度の火傷を負った。シェーファーはボイラーから助け出された後、7km 先の最寄りの病院に担ぎ込まれた。 深夜の11時から2時間にわたる手術を受け、翌週には、そした部分を細かく切り取る手術を受ける。その3ヶ月後、シェーファーの加入していた医療費負担の支払いを停止し、入院治療ができなくなった。しかしカール・バルディンという医師により、1901年8月から、ニュルンベルク近郊のエアランゲン大学附属診療所で治療を受けた。バルディンはシェーファーに対し、 30回以上もの皮膚、移植手術を行った。しかし、症状の悪化を止めることはできず、最終的に足に包帯を巻いて、それを毎週取り替える治療に止めた。ベッドで寝たきりとなり、極度の貧困状態に陥ったシェーファーは、修道女としての将来を断念する。一方でミンゲルシテッテンの教区司祭であり彼女の精神的な導き手でもあった。 カール・リーガーは、シェーファーの口から、不平の言葉を決して聞いたことはないと述べており、またこの頃から彼女の守護天使を見ることができるようになったとされている。シェーファーが1910年から1925年にかけて記した手紙とノートは183に上り、現存している。このわかりやすい言葉遣いで書かれた書類は、後年に書籍としてまとめられ、出版された。 内容に、シェーファーがキリストの精神に傾倒していたことと、地元の修道院長によって生体配慮が行われていたことが記されている。シェーファーは、自分が天国に入るための三つの鍵として、自らの苦しみ、作品、友人のための編み物を捉えていた。シェーファーは、町の人々に助言を求められるようになり、人々は彼女のもとを訪れた。 一方で1910年から、シェーファーの身に起こった神秘的な現象がいくつか起こった。その中でも、同年10月4日に受けた性婚に関しては、シェーファーは大衆から隠そうと努めた。また彼女は、甲骨状態にも陥るようになり、その中で現象を見るようになった。しかしシェーファーは、以上のことが起きても訪問者に対して変わらず、接し続けた。 シェーファーは没する3年半前から衰弱のため、裁縫と教区教会へ向かうことができなくなった。1925年には大腸がんと脊髄麻痺を患い、会話や執筆ができなくなった。同年10月5日の朝、最後の生体配慮を受けた後没した。シェーファーの死後、彼女の墓標の前で祈ると、その祈りが聞き届けられると人々の間で言われるようになり、 1929年以降1万5000人以上の人々が彼女の墓標を訪れた。1973年にはシェーファーをカトリック教会の副社にするための列服申請がなされた。この時2万以上の文書と証言が彼女の列服の詳細な調査のために集められた。彼女を副社として申請する時の調査には1929年以来、 一万五千以上もの奇跡が彼女への取りなしの祈りにより起こったものであると報告された。1998年には、ミンデルシュテッテンの教区において、551の奇跡が彼女への取りなしによって起こったものだとされる。1999年3月7日、シェーファーは、教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣服された。この劣服式において、聖ヨハネ・パウロ2世は、 シェーファーの生涯の中には、聖パウロがローマ人へ書き送った手紙の内容が読み取れるとして、次の聖書の一節を引用した。希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。そして、シェーファーは確かに事故を神の意志に委ねる努力をしたとは言えないが、彼女は成長し、神が、 弱さと苦しみの上に福音を書き綴るということをまさしく理解したと述べた。さらに劣勢調査が進み、2012年10月21日に、シェーファーは教皇ベネディクト16世によってカトリック教会の聖人に劣勢られた。ベネディクト16世は、シェーファーの劣勢式で、シェーファーの助言を求める人々にとって彼女が仲裁者として神の愛を示したとした。 また、ベネディクト16世は、シェーファーの祈りと苦しみが彼女の祖国であるドイツの信徒にとって手本となることと、彼女が天国で人々の祈りを神に取りなすことで信者によるホスピスの活動が活発化することを祈願した。ありがとうございます。